今回は、ほったらかし貯金術という本を読みましたので、紹介させていただきます。はじめに漫画。横山先生が指導した成功例。ダメ家系の美奈子さん家族。やっているはず家系のさゆさん家族。貯金技5つのジャンル。S 級、A 級、B 級、ワンクラゲ。まずはここから始めよう。S 級技。簡単家系把握。 三つの講座を準備する。格安スマホへの乗り換えを検討してみる。欲しいものは一旦保留する。持ち物の価値を調べる。夫婦でお金について話し合いをする。貯金メーターを作る。毎月の固定費を把握する。スマホから離れてみる。ふるさと納税をしてみる。宅配食材をやめる。ジャンルごとに挑戦できる永久技。 固定費を見直す。インターネット回線を見直す。住宅ローンの借り換えを検討する。電力会社やプランを見直す。生命保険を見直す。代替品に切り替える。クレジットカードをデビットカードにする。公的サービスを利用してみる。ネットスーパーを上手に利用する。シェアリングサービスを活用する。お金の使い方を意識する。 コンビニを一週間使わない。クレジットカードを整理する。ネットバンキングを利用してみる。それは必要それとも欲しい物の価値を知る。大切な人にプレゼントを送る。着ていない服を売る。近所を散策してみる。得意分野で人の役に立ってみる。モチベーションを維持する。目標貯金額を書き出す。 外食のタイミングを決める。自由に使えるお金を持つ。副収入を考えてみる。より効果をアップさせる B 級技。買う前と買った後の物の必要性を検証する。家中に散らばっているポケットティッシュを集めてみる。有料アプリなどを見直す。お金を1円も使わない日を作る。家計見直しを公開する。借金を書き出してみる。 新聞購読を見直す。生活費は決まったペースで ATM から引き出す。欲しいものをあえて買わない。年収の半分が貯められたらチャレンジ。投資技。インデックスファンドを購入してみる。毎月決まった額をバランス型投資に積み立てる。手数料の少ない商品を選ぶ。イデコを始める。証券会社のおすすめには要注意。 金融投資だけではなく、自己投資にも取り組む。コラム、ダイエットと家計簿は似ている幸せって何だっけお金にまつわるリスクとリターン。終わりに。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。